どうもこんにちは。サポカのピックアップで北3ブラックが来ていたので貫突しようと頑張りましたが、12万課金して3突までしかできなかったので諦めた主編です。今回の動画は、スマートファルコンが本気出せば馬ドルどころか馬娘の頂点に立てる説を検証していきます。馬ドルとは、皆さんご存知馬娘のアイドルという意味です。で、スマートファルコンとは、あの武豊騎手に、砂のサイレンスズカと言わしめるほど、逃げを得意とする馬娘ですが、実はキャラクターストーリーで、芝のレースに挑戦してトップを目指したい、みたいなことを言っているんですね。芝よりもダートの方が適性あるからと言って妥協するのは、やっぱりもったいないと思いますよね。なんとかしてあげたいですよね。ただ、正直言うと2021年5月にスマートファルコンを出迎えて間もない頃の私は、ファルコの思いを聞いたとき、いくらなんでも馬場適性的に無理でしょ、と思いました。あれから早数ヶ月。今の私は昔とは違います。お勉強だけで桜爆心を青春杯優勝へ導かせた実績のある家庭教師、じゃなくて、上流のトレーナーとしてここまで数多の桜爆心を育ててきました。今の私であれば、芝でもレースでもどこかの変態みたいに、ファルコに一着を取らせてあげられるのではないかと考えました。ということで、今回ファルコには地方競馬どころか中央競馬も荒らしまくっていただき、トップ馬ドルとして馬娘の頂点を目指してもらいましょう。さて、ここで一度スマートファルコンの初期ステータスを見てみましょう。芝の適性がいいなのがネックですが、こんなものは赤い石でどうとでもなりますので、とりあえず C まで適性を上げておきます。そうしたら長距離適性もいいから C まで漏れたので、芝の長距離も勝てる見込みが出てきました。まあせっかくなので、シンボリルドルフや成田ブライアンのように、とりあえずクラシック3冠目指してみることにします。とりあえずで目指すレベルじゃないと思いますけど、馬ドルなら問題ないはずです。となると、菊花賞も1着を取るならスタミナが不足しないようにしなければならないので、スタミナインシたっぷりなオグリキャップをレンタルしておきます。サポカの編成はこんな感じです。やっぱり樫本代理を編成するとスタミナの伸びが違うので、前回の動画に引き続き採用します。ぶっちゃけ人権カードだと思います。あの時ガチャを回さなかったのが痛いですね。さて、準備は整いました。ダート界の王者がクラシック3冠を目指していきます。ということでトレーニングが始まりましたが、やっぱり最初はお出かけですね。お出かけをしてやる気を上げることが大事ですよね。ファルコはスピードとパワーが成長しやすいように成長率が設定されているため、スピードとパワーを多めにトレーニングしていきます。念のため、芝適性が C でも問題ないかどうかを調べるため、クラシック路線へ直結する重賞レース、朝日杯フューチュリケステークス、へ出走してみます。もしこのレースで1着を取れたならば、案じることなく皐月賞へ出走できるんですが、結果は3着に終わりました。藤木関、いやー強かったですね。実際リアルでも藤木関ってこのレースで1着取ってますからね。さすがです。敗因はやはり芝の適性が良くないといったところでしょうか。手綱さんも、馬場適性が合ってないのに出走すんじゃねえよ、ときついお言葉を述べています。ということは、芝因子を3女神様より恵んでもらうしかないですね。てなわけで1回目の因子継承の日がやってきました。贅沢は言いませんので、芝因子をください。もしよかったら長距離因子もください、お願いします。おやおや、願いが通じたようですね。やはり三女神様は最高ですね。ファルコ、後でもう一回三女神像の前に立って、今度は、長距離因子忘れたんで取ってきてもいいですか?って頼んできてください。ついに来ました皐月賞。まずまずなステータスですが、勝てる見込みは十分あると言えます。最も速い馬娘が勝つと言われるこのレースで、ファルコは先頭の景色を誰にも譲らずゴール盤を駆け抜けてくれるのでしょうか。編集している時に思いましたが、ファルコの走り方が腕を縦に振るのではなく、横に振っている感じがなんか好きですね。可愛らしいというか。さあ残り 200m、さっきよりもどんどん差を広げていきます。あのスペシャルウィークやセイウンス界に影すら踏ませない走り、これじゃあまるで芝のサイレンス鈴鹿じゃないですか。堂々と一着でゴールしました。力強い走りで他の馬娘を圧倒し、まず一冠を手に入れました。みんなも一緒にキラキラ笑って、はい。次に目指すのは言わずもがな日本ダービー。二冠達成に挑みたいところですが忘れ物をしてやる気が下がったみたいなので、樫本代理とお出かけしてファルコのやる気を上げましたが、ライブが中止になって再度やる気が下がってしまいました。情緒不安定か何かですか?それとも樫本代理と出かけたことに対する当てつけですか?まあでもグダグダ言ってても仕方ありません。
ダービーの日はすでに来てしまいましたので、徹底的に逃げ切ってみせましょう。3番人気のアイネス夫人と2番人気のナリタフライアンはどちらもリアルで日本ダービーを勝っていますが、その2人を差し置いてダート界の特別快速が1番人気に押される世界って、控えめに言って良い意味で異常すぎやしませんかね。今スタートが切られました。ここの両者お互いを意識して一別しているところ、めっちゃかっこいいと思うんです。最終コーナーを抜けてさらに差を広げていくってどういうこと？足にジェットエンジンでも積んでるんですかね？なんかミリカの馬娘がかわいそうになってくるくらい突き放してて芝 2400m なんだよね。そのまま堂々と1着でゴールインしました。レース結果見たら2着のスペシャルウィークとオバシンサって、あんた本当は成田ブライアンじゃないかい？さてさて、お次はジャパンダートダービーです。ファルコからしたら久々のダートですが、特に何も問題ないでしょう。やりました。さすが砂のハヤブサ、いとも簡単に優勝しました。何者なんやこの馬娘は。芝のダービーもダートのダービーも1着取るとか、リアルだったらこの時点でもうトップアイドルと言っても過言ではないレベルです。飛ぶ鳥を落とす勢いとはこのことですね。この勢いで今度は京都のあのレースに標準を合わせていこうと思います。夏が終わり、菊花賞の時期がやってまいりました。ちょっとスタミナの量が少ないこと、マンハッタンカフェとスーパークリークが出走していることが気がかりですが、もう後には引けません。なんとしてでも3冠を達成してトップ馬ドルの称号を手に入れてほしいところです。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない二冠馬娘スマートファルコン1番人気です。悲願の3冠達成なるか。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。よしよし、出遅れはしませんでしたね。逃げ馬娘を育てている時に一番厄介なのが出遅れることだと思うんですが、さすが馬ドル、スタートダッシュもバッチリです。おーっとかかってしまいました。これはまずい。馬ドルで人前に立つことは慣れているのでしょうが、さすがに3冠を目前にして緊張してしまったのかもしれません。でもトレーナーにできることはただただ祈るだけなのが辛いですね。さあレースも終盤に差し掛かりました。ファルコをよく見てみると、終盤に入ってから前傾姿勢になったのがわかります。ここで発動、セイウンスカイから受け継いだアングリングスキーミング。このスキルほんと強すぎなんだよな。あってしまいました。日本総大賞スペシャルウィークが後を追って上がってきてますね。おー怖い、スペシャルウィークが差し切って勝つ展開だけは勘弁してほしい。いやでもこれ勝ったでしょ。どう考えても長距離レースとは思えない差が最後の直線で広がってます。ついにスペシャルウィークがカメラから消えました。どっかの番組みたいに映す価値がなくなったわけじゃないのにこの有様、細いとやってのけました。中そして京都に次いで菊の舞台でも砂の早草が舞い降りました。スマートファルコン見事3冠達成。今ここに最強の馬娘が誕生しました。ではファルコに勝利インタビューを敢行してみましょう。おや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 、クラシック参観してまだまだ足りないですか？恐ろしい子ですねこの馬ドルは。というかめっちゃ調子乗ってて笑うしかない。さてさて、次はどうしましょうかね。クラシック路線をすべて逃げで出走して1着を取って3冠をポンポンポンと達成してしまったもんですから、次の目標はどうするか悩んでしまいます。ここまで来たらとことん芝の G1 を取りまくってほしいという思いもありますが、出走しなければならないレースとの兼ね合いもあるので、とりあえず天皇賞春秋連覇を目指してみましょうかね。でもその前に JBC クラシックと東京大賞典とフェブラリーステークスが待ち構えていますから、それらに向けてトレーニングを続けていきます。はい、天皇賞春本番を迎えました。2回目のインシケーションでは芝と長距離の適性は上がりませんでしたが、スタミナは十分と言えるくらいトレーニングを重ねてきました。しかしながら芝 3200m という距離は経験したことのないものですが、果たしてどうなるでしょうか。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない三冠馬娘スマートファルコン1番人気です。平然と1番人気をかっさらうファルコの笑顔がまぶしい。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。
さあ最後の直線に入った。メジロマックイーンとシンボリルドルフはファルコの影を踏めるでしょうか。多分踏めないでしょうね。このファルコはあの菊花賞をキューバ審査で勝利した馬娘なわけですから、その強さはだてじゃないです。よっしゃー、やりました。スナヨハヤブサは京都の芝でも逃げ切りました。果たしてこの交差しきれる馬娘はいるんでしょうか。やってまいりました帝王賞。芝のレースでは見かけない夜空の下で開催されるこのレース、なんか新鮮味があっていいですね。一度大井競馬場に行ってみたいんだよな。今年の東京大賞典はコロナ第6波が来なければ現地で観戦したいと思うぞ。まあ私個人のことはどうでもいいんで、皆さんまん丸笑顔なファルコを見ましょうね。ちなみに大井競馬場の直線は長いということをファルコ育成中に初めて知りました。はい、勝ちました。なんかもう気づいたら勝ってました。天皇賞春に続き帝王賞も一着でフィニッシュとなりました。これもう誰にも止められないんじゃないかな。止める必要もないけど、ここで私はあることを思いつきました。今のファルコなら芝の短距離でも結果を残してくれるんじゃないかなと。ファルコの短距離適性はビート悪くはないので、一度試しに出走してもらいました。あーっと出遅れてしまいました。これは痛い、いけるかと思いましたが、桜爆心王に抜かされて結果3着となりました。ちょっと桜爆心王強すぎじゃないですか。いや、リアルでもマジで強かったから、それが再現されてて文句はないんですけど、なんか悔しいですね。妙に悔しい。やはり学級委員長は強かった。ちなみに手綱さんからはスピードが足りないと言われてしまいました。まあ確かに足りないですね。言い返せなくてまた悔しいです。はい、天皇賞秋がやってまいりました。なんと天候は雨、オモババです。ということはこれはもうアグネスデジタルが TM オペラ王と名称怒涛を差し切った2001年天皇仕様秋じゃないですか。残念ながらアグネスデジタルは出走していませんけどね。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘、三冠馬娘スマートファルコン一番人気です。見事春秋連覇となるでしょうか。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。見てくださいこの差を。ファルコに芝インチを与えたらこうなるんですよ。こんなん他の馬娘からしたら公開処刑と同じです。リアルだったらオッズ 1.1 倍になってそうですね。より2着々で天皇賞を春秋連覇しました。桜爆心王に引き続き砂の早草が春と秋の盾を勝ち取りました。なんかあんまりにも強すぎて何と言えばいいか。では天皇賞春秋連覇という歴史的快挙を成し遂げたスマートファルコンにインタビューしてみました。これでも満足しないならもう海外に行くしかなくなるんですが、それはテキストのパターンがこれしかないということだと思いますが、現状で満足せず常に前へ進み続けるとはまさに馬娘の鏡ですね。ちなみに JDC クラシックと東京大賞典をそれぞれ2連覇しました。そして青春杯では優勝し、 URA ファイナルズでも迫り来るギターグラッセからなんとか逃げ切って優勝しました。ここまで来たらトップアイドルどころか神やぞ。こんなんファルコムそうですよ。はい、ということで今回の検証結果ですが、今までダート界で最前線を走ってきた王者に芝印をつけると神が誕生するということが分かりました。しかもこの神はありとあらゆるところが可愛いので文句のつけようがないというね。最初から最後まで強すぎて逆につまらんって感じが若干あった感じはしますが、神につまらないも面白いもないあるのは圧倒的強さなんだと感じました。ただ結局芝の短距離戦とマイル戦をまだ勝てていないので、ゆくゆくはどんな距離でも勝てるように育ててみたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、コメント、高評価、チャンネル登録してくれると喜びます。また次の動画でお会いしましょう。ではでは。